リーグオブレジェンドは全世界で1億人以上がプレイする e スポーツタイトルです。試合は5対5のチーム戦で行われます。サモナーズリフトといわれる戦場に繰り出し、各ポジションに分かれて戦います。サッカーでいうところのフォワードやミッドフィルダー、ディフェンダーなどのようにそれぞれの役割があります。相手より先に敵の本陣にあるネクサスという施設を破壊することが勝利条件になります。勝利条件はシンプルですが、150体以上のチャンピオンと呼ばれるキャラクターの中から何を選択しどう戦うかで戦略や戦術は無限に存在します。まるでアクションのあるチェスのようだと例えられるくらい非常に高い競技性を持つ e スポーツタイトルです。リーグオブレジェンドにはプロリーグが存在しています。世界12地域100チーム以上が参加していて、プロ選手は700名以上が活動しています。毎年春と夏に世界中から屈指のチームが集まる世界大会が開催されています。世界大会に出場する日本代表チームを決める国内リーグ、それがリーグオブレジェンドジャパンリーグ、通称 LJL です。 e スポーツタイトルの中でも非常に戦略性が求められるタイトルとなっていて、5人の選手は常にボイスコミュニケーションを取りながら試合を進めていく必要があります。試合会場では観客の声援や試合の様子を伝える実況解説の音声が飛び交うため、それらの外部の音をシャットアウトし、選手たちが正確なコミュニケーションを取れる環境を作る必要があります。 LJL では2020年からヨーロッパや韓国のリーグで使用されているリーデルのコミュニケーションシステムを採用しています。 F1 のレース会場でも使用されているリーデルのヘッドセットの遮音性は、今まで使用していた他のヘッドセットとは比べ物にならないほどの性能です。選手はチームメンバー5人だけではなく、共に戦力を練るコーチ、そしてチームを管理するレフェリー、それぞれとコミュニケーションを取る必要があります。リーグオブレジェンドの試合では瞬時に円滑なコミュニケーションを取る必要があります。コミュニケーションシステムに少しでも問題があれば、選手たちはベストのパフォーマンスを発揮できません。選手によってはゲームの音量を大きくしたい方や、指定したチームメンバーの音量を大きくしたい方など、個人の細かいリクエストに応えて調整をする必要があります。 LJL の現場では進行の声を各セクションに届ける必要があります。全セクションとコミュニケーションを取る必要がある進行チームだけではなく、指定したセクションのみとコミュニケーションを取るチームがあります。移動があるレフェリーや技術チームの一部はボレロというリーデルのワイヤレスインカムを使用しています。このボレロという端末には独立した6つのボタンがあります。そこのボタンに対して自由に音声信号のアサインができます。例えば、他のセクション、音声さんだったら音声、制作さんだったら制作さん、自由にここに割り当てることができるんですが、その音声さんは音声さん、制作さんは制作さん、そこもグループ化することも可能です。ということは他のどのセクションとも連携が取れるようになります。逆にここのセクションだけ抜いてほしいとかっていうことも全然可能です。ワイヤレスインカムという点に関しては他にはないですね。進行もそうなんですけれども、やっぱりいろんなセクションが動いてるので、結構バックヤードにも人がいますし、そことのコミュニケーションがグループ化することによって円滑にもなりますし、例えば本番中にこことここのシステムを切りたいとかっていうことも、実は離れたところからリモートワークで可能なので、全然その点に関してもおっしゃってくださる制作さんのオーダーにはすぐ応えることができます。ヘッドセットを使ってコミュニケーションを取ることはもちろん可能なんですけれども、こちらヘッドセットを返さなくても単独にマイク機能とスピーカー機能がついているので、仕込み等の時によくうちでは使わせていただいています。ワイヤレスインカムの点に関しては他では見たことありません。リーデルさんのみにこの機能がついているっていうのは結構優れていると思います。